どうも、サンゴです。もうすぐ勝利先生のガチャやってきますけど、皆さん準備できてますか？私は全くできてないんですけど、勝利先生をお出迎えしたら、旦那様と勝利先生っていう組み合わせをやりたいんですよ。なので今日はずっと放置してた旦那様のレベル80の突破とか、いろいろやっていきたいと思います。で、旦那様の育成をする前に、まず勝利先生のパーティーを考えたいんですけど、とりあえずレイラちゃんを勝利先生代わりだとして、で、まあここに旦那様入れて、はい、かっこいい。で、あと二人なんだけど、旦那様ってウルトで自分を傷つけるタイプの方だからさ、やっぱヒーラー入れたいなと思ったの。ちょっといいかなと思ったパーティーが、ナナタン入れて、もう一人を、凝子様。このパーティーどうかなってちょっと考えたんでね、一瞬。これはね、まあ、回復役としてナナちゃんでしょ？で、凝子様を入れる理由としては、岩共鳴すると、なんかシールド上がりますよ、みたいな感じなんですよ。だから、岩もう一人入れた方がいいなって、なんか、思ったんですよ。それでこのパーティーいいなって思ったんだけど、私さ、八重神子様育てたいんだよね。やっぱウルトの時のカットインがめっちゃ好きだなと思って。これにする？正解来たか、これ。あ、でも待って、ヒーラーがいないのか。どうしよう、悩むな。これでいこう、もう。これでいく。パーティー名を最強。もう元素共鳴とかも一切関係なし。あ、でも一応これが発動されるんじゃない？全元素耐性 15%、物理耐性 15%。あ、いいじゃん、じゃあ。じゃあいいじゃん。よし、これでいこう。ということで、旦那様を育てていきます。武器が旦那様が今、清風にしてんだよね。清風、精錬しようかな。清風の長槍をさ、めっちゃ持ってるんですよ。これ、精錬しようかな、私ついに。いきます。入れちゃ、いや、大丈夫、大丈夫。あ、いや、大丈夫、大丈夫。槍、そんなに来ないから多分大丈夫。しちゃいます。精錬します。待って、次のランクで、会心攻撃した時 70% の確率で、ほー。うわ、やっちゃった捧げちゃった。もったいない。ちょっと待って、もう一個しよう。もう一個精錬する。もう一個精錬する。2個あげちゃった、2個。見て、80% で、9秒ごとに1回のみ発動可能だって。旦那様？あれ？旦那様の生物が。ポシオン時代の時から育成してないのか。これはまずいな。うちの旦那様って何がいいんだろう。剣闘士がいいのかな、やっぱ。槍だった場合、通常攻撃ダメージプラス 35% だもん。待って、それ以外だとなんかないのかな。あー、でも水力でもいいんじゃないのかな。風元素ダメージプラス 15%。どうなんだろう。テンプ見てみるか。ウルトが、攻撃ダメージは風元素ダメージとなり、元素付与によって他の元素に変化することはない。風元素ダメージを強くした方がいいっていうことかな。でも旦那様通常攻撃も結構使う気がするな。わかった。ピンときた。水力2セットと剣闘士2セットにしたらいいんじゃない？これ、ベストアンサーな気がする。よし、そうしよう。まず、剣闘士。羽剣闘士いけるぞ。これいいんじゃない？元素チャージ効率と会心率がある。とりあえずこれつけよう。自由枠はやっぱり杯にして、風元素ダメージのいいやつがないなぁ。ちょっといいのがなかったので、とりあえず、つなぎとしてこれをつけておきます。これで、待って、剣闘士が羽だけで、水力が冠？全然ないなぁ。ちょっと待って、みんな。アンバーがすごいいいのつけてる。この間から私なんでアンバーすごいいいのつけてんだろう。よしよし、これを強化させよう、じゃあ。お！会心ダメージが 13.2% まで上がった。嬉しい。これはめっちゃいいぞ。エンシャントビシャップさんか。久しぶりだな。行きましょう。エンシャントさん行こう。あ、ポケットワープ。ちょっと待って、ポケットワープ設置しよう。持ってるかな？ポケットワープ。ない。作ろう。ポケットワープを作成して。よし、オッケー。ナナちゃん一人でやってみようかな。エンシャント。昔はさ、こうやって一生懸命ナナちゃんでずっと攻撃して、なんとか勝ったんだよな。オッケー、あと少し。いや、でも昔と違ってこいつの攻撃だいぶ避けれてる気がする。ほら。食らわないさ、君の攻撃なんかもう。今の私、今のカットしてみんなに見えてないから大丈夫。私が成長してるところはきっとみんなに見せられてるはず。よく頑張った、ここまで。あと少しだよ、ナナちゃん。あとちょっと。わあ、よく頑張った、うちの子。復活した。あ、攻
ケットマップ置いてないじゃん。ねえ。そしたらちょっとターコイズの準備でもしておきますか。いやー、ターコイズ6厳しいな。変換するものもないしな。ちょっとターコイズくれる人とちょっと戦うか。どちらさんですか。こうなんとかメネットさん戦うか。ちょっとでもなんとかメネットさんさ、遠いんだよな、ワーポイントから。移動の距離で言ったら無双の風の方がいいな、これ。あ、こっち、え、違う、間違えた、あれ、やばい、迷子だ、どこだ、こっちか。じゃあ、何パーティーで行こうかな。今までメネットさんと戦った感じ、あいつ地面の中に入り込むから近距離攻撃がしにくいんですよ。だから凍結しやがれパーティーで行きます。ちょっと待って、一人なんか凍結しない人いる。はい、これできます。あ、ちょっと待って、この人風、あ、でもいいか、凍結だから大丈夫か。おら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 、ほら、こうやって地面の中にね埋まるんですよ、この方。それがうざくてですね。わあ、外した。マジでこの人戦うのめんどくさすぎる。なんとかをなんとかさせて、なんとかかんとかで、かんとかかんとかって言ってる。何、よくわかんないです。よくわかんないです。ちょっと呼んでる暇ないです、今忙しくて。とりあえず攻撃与えとけば、あ、大丈夫だ。あ、ダウンしたじゃんこの人。チャンスチャンス、これめっちゃチャンスだわ。叩きのめせ、よし、ナイス。わあ、行かないで、ちょっと待って、仕留めたかった。はいはい、これで終わりにしたいです。よし、あー、これしかもらえないんですか。やっと来た、最後の1個。 OK、 これでうちの旦那様の突破がいける。出会った頃から考えたらレベル80の突破まですごい時間がかかりましたけど、ついに。お願いします。闇に飲まれてしまった。うん、お前はそんな我を怖がらずに、うん、我を仲間だと思っている。うん、お前は我を救いたいのか。なんか涙出てきた。理解できぬ生き物だな。ありがとうございます。え、なんで泣いてんだろう私。過去の思い出がいっぺんに蘇ってきて、今だ、泣いてしまった。水力2セット揃えてないから、とりあえず水力の生物やろう。HP パーセンテージいらない。これもいらない。これもいらない。前の勝利先生の育成動画でさ、すごいなんか強い生物を餌にしちゃったらしくて、なんか苦いお目をさせてごめんね。でも、ありがとう。私は全然気にしてないんだ。時計2つも来た。HP パーセンテージいりません。攻撃力パーセンテージ、あ、これはちょっと確認しなければいけない、早急に。砂は、攻撃力パーセンテージ、あ、いいんじゃない、じゃあ、お似合いじゃないですか。あ、いいじゃん、いいじゃん、現茶も上がった。いい感じ。会心率 66%、会心ダメージ 77%。会心ダメージが圧倒的に低いな。やっぱあれだね。ここの冠のところを会心率じゃなくて、会心ダメージにしたいね。濃縮があるから、水力いけるな。風元素ダメージありがとう。これで杯を風元素ダメージにするじゃん。で、そうすると冠を自由枠にできるんです。なのでここを会心ダメージの会心率減茶、これいいじゃん、これにしよう。 OK、 めっちゃいい、これ会心率上がった、減茶も上がった。で、待てよ、さっき取った冠も、お、会心率 11.3% まで上がった。え、めっちゃいいじゃん、これこれでステータスが会心率 57%、 会心ダメージ 114%。 おお、1対2ぐらいになったぞ。あれは風元素ダメージは 61%。 おお、ちょっと全然わかんないけど、これで勝利先生と組み合わせたら最強じゃん。